お疲れちゃんスラットです。今日ですね、こちらのハク切りがやっていきたいと思います。さあこちらですね、今マルチ上位で大暴れしております。まあ、懐かしのハンターとかが入ってるね、結構古い方といいますか、本当に去年とかでよく使われてたデッキだと思いますね。まあ、大会とかでも上手い人が使えばバキるみたいな、もう5連投とかしちゃうぐらいね、デッキバレてても PS で勝つぜっていうデッキでございます。なんでマジで極めたら最強ですね。はい。で、結構使いやすいと思ってて、ウルトラが1枚、スーパーレアが1枚、で、レアが1枚で全部ノーマルなので、ガチで無課金最強説があって、ほんと無課金でも組みやすいですし、ほんとマジ最強クラスのデッキなんでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。というわけでやっていきます。で、一応、迫撃がね、前、ボムタワーとかでも使われてたんですけど、あとアイスピケウッドとかもあるんですけど、まあ、迫撃の方が攻めでもやっぱ使えるので、便利かなと思います。さあ、というわけでね、ほんと、ちょっと前に流行ってたデッキが復活してきましたね。まあ、最近ヤリゴブとかもやっぱゴルナイとかがいたことで全然使われてなかったんですけど、まあ、ゴルナイキャナイトディガーあって、まあ、あとアイスピとかもね、使えるんで、まあ、いいかなというわけでさ、墓石ですね。まあ、墓石だったらスケラかラバの2択で何も対応してこないってことはさ、ラバですね。でこれマジですごいんですよね。弱点が、まあ、探そうと思えばのまあ枯渇、うっとうじゃないんで枯渇がきついだとか、まあ空もちょっと気持ち弱いんじゃないとか、まあ、無限にあるかもしれないんですけど、ガチで本当に何にでも逆に勝てるんですよ。まあ、ギリギリの試合になることが多分多いかもしれないんですけど、さあこれはもうこれだけで、まあ、ハンターがめっちゃ強いやんって話なんですけど、たまたまね、よいしょ。さあとはデリバリーですね。ここ最近見られないわけではないんですけど、本当まあ僕は大好きですね。デリバリー。デリ落とせば、ある程度のこう、相手のね、攻め、陸系もですし、空もですし、まあ、何でも受けれるんで、まあ、デリバリーが腐るのはバルーンだけですけど、まあ、バルーンに対しては、ハンターと、またアイスピとかで、なんとかなるかなっていう。さあ、これ、右サイドでも良かったな、ぶっちゃけどうなんだろうな。なんとなく、左です。もう2-1プランをちょっとだけ考えながらですね。でさあこのインドラとかはナイトで誘導しながらね、結局これインドラも抑えれて、相手このナイトにも対応しないといけないんで、結構いやらしいナイトですよね。でさあガゴ冴えてきて、このナイトがたまたま一発入れば熱い。さあこのディガゴンもねめっちゃあります。いやこれヤリゴブリンでもよかったかな、攻めにつながるだろうし。さっきんにゃー、さあここは攻めますね。もう相手は無視して多分左を一本折りたいぜって感じだと思うんですけど、まあ、僕はそれされるとやっぱ厄介なので、また早めにこれ溶かしてもいいかもね、ハンター。うん。ハンターで。ワンチャン5来ます。あー、そうですね。あー、やばい。やばい、すべてがうまくいかないやつだ。でも、ここで回転で回します。回転で回しながら、意外と耐えれるもんなんでね。これがね、このデッキのまた強いとこなんですよ。回転が速いです。はい。で最悪これ、デリバリーでね。おい!インドラも来たんでね。さあ、まあ、こんなわけでガチでえっていうぐらい守れるんですよ。回転がやっぱ早い、本当にそれが重要ですね。アイスピーの強みもそれですね。あとはもうクエイクでも削れるし、まあ、無理しないが大事かな。うん。でちょっと溶かしたい。ラバーさえ溶かしてしまえば、あとはマジデリバリーでね。あとはよいしょ、アイスピー待って、これやりごぶちょっとザップ警戒でね。おい。で、クエイクで削ると。というわけで、マジで、ゴリ強いです。はい、これ。しかも結構使いやすいと思うんですよね。わかんない。人によるかもしれないんですけど。で、迫撃で攻めるのが苦手とかがあれば、迫撃じゃなくてボムタワーで、もうずっと防衛、ずっと防衛防衛で、ディガークエイクで削るっていう選択肢もあると思います。よろしく。この人あれだな。ツイッターでなんかさらされてたな。ゴルだったかな。なんかゴレスケドラみたいな。なんかすげえ、とりあえず、ゴレで形組み組みデッキだった気がするんですけど、さあ、プリンス。これ、まあいいや、槍で受けるか。おー。さあ、ここ、あーやばい、ナイトの突進前に当てたかったんですけど、まあいいや。よいしょ、さあ、槍がプレッシャー与えていくよと。さあ、ゴレですね。はい、ゴレプリスケドラ。形組まれたらこれ止まらんやんってなるんですけど、マジで2周、1周目ハンターでできるだけ溶かして、まあ無理やり2周目回す。あとはデリバリーも2周とか、もうすべてとりあえず2周回す論で考えてください。ガチ回転範囲で、ね、さあ、攻めます。で、延命できそうだったらね、殺していいな。
いやもうこれだけで相手つらいですからね。まあ、ケツゴレされたらされたで、おお、ここはライトまで打ってくるっすね。それは美味しい。この間に削っちゃおう。やりこぶは行ってもいいけど、行かなくてもいいか。で、どうせケツゴレ来ると思うんですよ。なんで、どうしようかな。まあ、右サイ迫撃で、が防衛からでもいいんですけど。一本削り切っちゃってもいい気もするんだけどね。どうだろう。まあ、ちょっと嫌がらせで攻めていきます。まあ、これはさすがに防迫。いやー、防迫します。まあ、攻めてもいいんですけどね。結局無視されるんで。まあ、それなら置いとった方がね、相手からしたらきついよねって。で、あとはもうここで溶かします。おー、なんか俺の知らないカード出てきた。トリトン。でさ、ここは LSP じゃねえ、ISP を使いながらなんですが、よいしょ。ハンター、ハンターがライトで行かれそうですね。あ、でも、いや、耐えれる耐えれる耐えれる。オッケーオッケーオッケー。いや、これ耐えれるのはマジでかい。で、アイスピでちょっと頑張ってもらって。で、あとは僕は折らないといけないので、右側攻めていきましょうか。これ無視してくれたら、だって、これでタワー折れたら美味しいっすよね。さあ、トリトンも使う。これあれっすね。マジで早めに溶かしたいっすね。これうざいっすよ、絶対。早めに溶かして、もしライトニング来ても、ここのね、迫撃を突破できないっすね。あと、スケドラは、アイスピとこのハンターとかでね。ん?アイスピとデリとかで溶かせますね。で、まあこれ、厄介だと思うんですけど、結局2周目回せるんでね。最後ここでね、やられてもデリバリーも回るし、陸受けなんでもありますよっていうので、さあ大型ね、ラバにもゴレにも対応できる。クエイクなのに、この大型をね、止められるっていうのは、マジで強みだと思いますね。まあ、それも全部カバーしてるのがデリですね。はい。まあ、デリバリーのね、優秀さがわかると思います。だからこのデリバリークエイクっていう組み合わせがね、いいんですよね。クエイクで削りはね、最強と。で、防衛はデリバリーやるんで完璧というわけで、このデリクエイクやばいっすね。さあ、よろしくね、というわけで、まあ、基本的に攻め白すればいいと思うんですけど、まあ一生防白でクエイクでもいいんですよね。マジクエイクがあるんで、削りには何も問題がないんですよ。だってクエイク打っときは守れるわけですから。よいしょ。あ、守れるじゃない。削れるわけですから。まあしっかり守るの大事っすよね。まあ、ちまちま白髭で稼ぐもの大事ですけど。うわぁ、すごい。さあ、ここはまあ、危ない危ない。いや、怖い怖い怖い。本当に怖い。これやば、デリ最低ガゴムレバルーンやばいな。さあ相手ランバーバルーンのガゴムレ入りということで、今のこのピンチを乗り越えたのはでかいですね。ガゴムレいるって分かってるならもう次からねデリバリー使わなければいい話なんで、さあディガーで削っていきましょうか。今スケブ咲いてるんだよね。おお、キョスケスケブガゴ、なんかいやらしいできですねこれ。またあと、ハンターを取っとくのも大事かもね。ハンターないと、バルーン止めにくいけど、あー、そういう感じね。やばいっすね。さすがにこれはデリ使うっすね。相手のこの攻め方がね、いやらしいっすね。なんか、ユニットの攻めで、デリバリー使わせて、みたいな感じっすね。まあ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 。で、ハンターで、フリーズとかもちょっとだけ怖いけど。おお、そんな、いや、待って、痛いって、待って、待って。痛いな痛いないやなんか、いやらしいな今、迫撃だと、さすがに。さすがにバルーン系なのかな。まあ、行っちゃうか。槍とデリで。おぉ、いいフェマンの君。これ、サイド、逆説あんな。やべ、なんかミスった。これ、キング起動できるんでかい。いや、これ、めっちゃありがてえな。さあ、キング起動して、ハンターは、一旦出しちゃおう。うん。で、右に、そうっすよね。行きたいですよね、相手は。いや、これ、なんもなければ。ハンターで、OK。守れる、守れる、OK。で、これ、ディガークエイクっすね、スケルトン部隊に。前に使ってきた。
いやこれどうなんだろうな、なんか再度さ同じ良くない気がするな。さあしっかり止めてデリの右なのか、俺は左攻めたいけどな。右削っていきます。もう右にしました。痛いっすね。あぶねー。うん、いやこれ右さえもう一生願望へでクエイク削りで逃げ切るプラン見つけました。よし、こっからクエイクの強み来るぞ。いてーやべ、それやばい。いやロケホー、ロケホー化け物すぎる。いやーこれもうバルーンの爆発っすね。クエイク、いやこれ D が結構入るぞ、竹が。でここで陸域がランバ、いやロケ一発残るんだよな。いやでも、いやめっちゃめっちゃめっちゃ来た来た、俺の一撃タイム。いや陸が、まあまあこれで延命した方がいいな。からの D がで迫撃砲が入る。おい来た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 、さすがにこれ来たっしょ。バルの爆込めれない、クエイクと。いやー、さあ来ましたね。危ねー。いや、マジで、怖いっすね。こういうなんかちょっとよくわからない系の攻めとデッキといいますか、まあ、バルーンがちょっとやっぱ怖かったですね。いや、でも勝ってたんで、まあいいや。ナイス。なんかアイスピもね、またいい味出してましたね。やっぱこのバルーンがちょっときついっていうのを、しっかりこのアイスピがね、バルーン止めてくれるので、そこで多分カバーできてるんですよね。だから LSP とかにすると、まあ全体的に使いやすくなるかもしれないですけど、ちょっとやっぱバルーンとかね、厄介になってくるかもしれない。さあ、相手は、いやー、スケと小物、高回転、バルキリー。さあ、なんだ。まあ、クロス、ホグ、ホグクイークとかだったらちょっとめんどくさいですよね。まあ、ここはハンターでいいや。一発、早めでも一発入った気がするな。さあ、クエイクがあるのか。お、迫撃ホグですね。コウモリの。わあ、着衣のやつか。さあ、これもね、最近使われてますね。マルチ上位でいるやつだ。あ、着衣がな、結局強いんですよね。いって、あ、着衣やばいっすよね。ただ、ホグクエイクの雪玉なんで、まあ、槍ゴブは雪で散るし、ハンターも雪玉でノックバックされて、迫撃もクエイクやられるんで、いやー結構、あーめっちゃいいスケだな、それ。結構戦いづらいデッキですね。一発。うん、で、迫撃置いてもクエイクがあると。で、あとは単純に相手陣地の着衣も辛いと。そういうわけで、じゃあどうやって勝つのって話なんですけど、どうやって勝つんだ、これ。まあ、クエイクか。もうマジで結局はハンターアイスピとかナイターアイスピで守ってガチクエイク削りですね。うん。このアイスピの削りでさえも欲しい。さあ、これはついでで守れそう。これディガーの。やべ、待ってミスった。痛い、待ってミスった。いやー、ウケる。これやばいっすね。バカ入っちまう。さあ、ディガーがちょこんちょこん入る。相手のホグを抑える方法かな。ちょっとむずいっすね。
いやーでも、いやーでもこれで勝つしかないですからね、僕は。ユキが欲しいな。これディガウキがね、いやバルキリーか、あーコウモリやばいな、それ。うわーやばい、やばくなってきた。守れハンター。いやー守ってくれー、守れねえのか。低めコウモリも来る。いやワンチャン勝てるぞこれ、ホグのダメージ防いで。あ、回してきますねこれ。いやでも回んねえんじゃね、これディガー拾えないって。前も後ろも、カット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 、ふぅー。いやーこれ無理っすね、はい。まあクエイク削り対決になった時に、まあアチャクイホグはちょっときついかもしれないっすね。もう本当に PS デッキというか、マジで極めたら最強ゲーなんで、もう技術次第では、プレイングスキル次第ではなんとかなるっていうやつですね、本当に。さあ。クロスっぽいですね。足前レスピして近起動されてもいいよねっていうやつだな。これ多分防衛破撃置いて、一生クエイク削りで俺勝てるかもしれないですね。あー、これ噛み合ったのでかいな。マジ一生クエイクで勝てるかもしんないですね。よいしょ。いや、サイド相手に合わせた方がいいですね、でも。さあ。細かく。タゲ取りながらサクエイク、オーケー。まあ多分負けないと思うんですけど、まあデリバリーがそんな活躍しないのと、まあこういうクロス相手にはアイスピとかがね、ウッドの方が削りでは優秀と。まあ枯渇とかね、まあ、でもやっぱアイスピのこのバルーンを止めるだとか、イチゴスでこれとりあえず回せるなとか、陸受けになるとかは、やっぱアイスピはアイスピでね優秀なんですよね。相手はクエイク削りが嫌なので、やっぱ両サイに振ってきますね。いやクロスの竹から外したっすね今。アーチャー外にやって、ナイトを外に出して、いうまいですね。で今度は相手またこっちにクロスですね。やっぱ同サイずっとクロス同じサイトだとクエイクで削られちゃうんで、相手もこう交互にタワーにクエイク出して、まあ削り負けされないようにというか、一つのタワーがね大量に削られないようにはしてくるんですけど、まあ僕は逆に、それはこれはもう一個上の方がいいですね。左のタワーと巻き込まれちゃう。いや、これ、美味しい。最低は右の方が多分削り体系だと思うんですけど。このディガータワーでいいな。どうせクロスクエイクで壊せるんで。アイスピで削る。できるだけ細かく。これタワーですね。あれ飛ばないとちょっとやばいが。ちょっとやばいが。いや結構入っちまうな。まあまあまあ。最終的に本当にクエイク削りがね、化け物なんで。うわぁ、分かってる、いい。あ、でも入る、いや、でかい。もう、ヤリゴブリンが入るのだけでもね、でかいっす。あ、このアイスピもでかい。このアイスピ入れたら相手ダメよ。このアイスピ入れたらもうきついっすよ、相手は。でも僕は。順番にしっかり竹取ってね。よいしょ。これ右サイドに無理やり回してくるかな。いやーこの辺も全然いいっすね、美味しいっすね。さあさすがに2200を相手削りたいんですけど、これあれっすね、クエイクを左に使わせて、
じゃないのかな。クエイクを左に使わせて、ファイブ削れて、右に、2200にファイブ打ってくる。と思うんですね。あ、でも俺左サイドも削れてきたんだな。ラッキーだな。さて、一生竹取りながら。最悪僕左、ちょっと強できるんでね。まあ、防波を追い詰めば楽な話なんですよ。さあ、クエイク。タゲを常に取って、常にタゲを取って、防波を追いちょ。これもっと早めに置いとけばすごい楽でしたね。よいしょ。うん。そうそうそう。おい、相手も交互にしてきますけど、結局クエイクが強すぎ GG ゲーミングですね。オーゲーハンターも優秀と。ハンターな、マジで最近、やっぱ、それこそ、アチャクイですよね。アチャクイにやっぱボコボコにされるから、そんな疲れてなかったんですけど。まあ、普通にハンター自体はアチャクイに倒されるんですけど、まあ、アチャクイに対して優秀なデリバリーで受けれるっていうので、まあ、このデッキには使えるんでしょうね。はい、というわけで今日はね、迫撃ディガーやったんですけど、マジでこれ、誰でも組めるデッキです。はい、もうガチでハンター多分タワー、アリーナ1か。アリーナ1くらいからゲットできるカードだと思うんで、マジで皆さんもぜひこちら組んでみてやってみてください。よければチャンネル、高評価もね、よろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。